こんにちは。こんにちは。来月地区の子ども会で会議室を使いたいんですけど。かしこまりました。実はインターネットで公共施設の予約ができるようになったのはご存知ですか？そうなんですか？飯田市内にある公共施設の予約がインターネットに接続されたご自身のパソコンやスマホからできるようになりました。ご利用いただけるのは公民館や体育館など市内70カ所の公共施設になります。じゃあもう毎回窓口まで来て申し込まなくていいんですか？はい、一番最初だけ窓口に来ていただければ、その時 ID とパスワード発行しますので、今後はご自身のスマホやパソコンから予約ができますよ。へえ、最初に登録だけしておけばあとは来なくてもいいんだ。各施設の受付窓口であらかじめ発行された利用者 ID とパスワードをお持ちいただければ、その後は窓口にお越しいただかなくてもインターネットで予約できるようになります。ただし有料団体は一部の施設では納付書を受け取りに窓口へお越しいただく必要があります。また公民館では有料団体のインターネット予約はできません。じゃあ今日はお疲れ様でした。じゃあ次の打ち合わせは再来週の金曜日あたりとかどうですか？あ、空いてます。いいんじゃないですか？あ、その日なら私も大丈夫ですね。じゃあその日にこのお部屋が空いてるか見てみますね。これ実はパソコンとかスマホで空き状況が見れるから便利だよね。施設の空き状況は ID とパスワードがなくてもいつでもどなたでもご確認いただくことができます。インターネットでは利用目的別、施設別、地域別に登録されているすべての施設の空き状況がご覧いただけます。あー、残念、この日も予約が入ってる。じゃあ文化会館の会議室とかどうですか？ここからも近いですし。そうだね、見てみる。こういう時他の施設の空き状況も見れちゃうのが便利ですね。この日文化会館空いてる。私この前 ID とパスワードを発行してもらってるから今予約入れちゃうね。公共施設の空き状況の確認や施設利用の申し込みがインターネットでできる飯田市公共施設予約システムをぜひご活用ください。なお空き状況の公開期間や施設予約の可能期間は各施設で異なりますので、各施設の窓口へお問い合わせください。